はい、えー、続いてでスケールワイプになります。これはですね、画面を引き伸ばして、えー、トランジションさせるような感じです。こんな風に引き伸ばしたんですね。もちろんディレクションなんかも調整することができます。うわ、なんか、ナイアガラの滝みたいになっちゃいましたね、えー。うわーって感じで。おー、なんかある意味新鮮な映像が作れたような気がします。